アフィリエーターー兼ワードプレス専門家のゆかです今回は Google アナリティクス4 g を新規導入する方法ということで解説をしていきたいと思います。WordPress のブログを作った後は Google が提供してくれている分析ツール Google アナリティクスと Google サーチコンソールですねこちら2つを導入していただくのをおすすめしています。 今回はその Google アナリティクスの導入の方法ということで解説をしていきますちなみに Google アナリティクスって何をするツールなのかっていうとえブログのですねデータ分析ができるものになっていますどれぐらいのユーザーさんが訪問してくれたかだったりとかあとどんなページがどれぐらい見られてるのかというところからアクセスしてくれてるのかみたいな情報を アナリティクスででは見ることがきちなみにサーチコンソール Google サーチコンソールでは何を見えるかっていうと簡単にお伝えするとなんかクエリを確認することができます、まあ、クエリというのはキーワードのことになるんですけども、まあ、どんなキーワードで、えー、集客できているのかみたいなのが主にあのできることになっております、まあ、他にもできることあるんですけどもまたちょっと Google サーチコンソールのところでお話をできたらなと思います では今回は Google アナリティクスを入れていく方法ということで解説していきます早速本題に入りたいんですけども一つお願いがあります私の YouTube チャンネルでは主婦にも手に職をということで主婦が家で働けるお仕事にブログをおすすめしておりますそんなブログの始め方ブログの書き方などをですね配信しておりますのでチャンネル登録お願いいたします では早速 Google アナリティクス導入していきたいところなんですけども Google アナリティクスをです、ね、入れるには Google のアカウントが必要になりますもしまだ Google アカウントをお持ちでない場合は Google アカウントをまず作ってからですねあの導入するようにしてください Google のアカウント登録っていうのはすごい簡単にできます私のブログ記事でも解説してますのでそちらの記事を見ながらでも、えー、ぜひ Google アカウント作ってみてください では、Google Analytics の導入の方法ということで始めていきます。まずはですね、Google Analytics の公式サイトを開いてください。公式サイトはもうすでに私、ここで開いているんですけども、えこちらの URL は概要欄に貼ってます。ぜひそちらの方から開いてえアクセスしてみてください。では、ここからですね、Google の アナリティクス導入するので、こちらの発足始めるかここの早速始めるをクリックしてください。私はこちらの早速始めるをクリックします。でそうしましたら、Google のですねログイン画面が開きますので、ここで、えー、自分の Google アカウントにログインをしてください。 はいえー、ログインしたらですね、えー、アカウントを作成というところからあのアカウントを作成していきます。おそらくアナリティクス初めて入れられる方はこの画面が開いているとは思うんですけども開いてなかったら何か歯車マークかなんかがあってそこからですねあのアカウント作成みたいなところがあればそちらの方からこの画面を開いてください。おそらくこの画面が開いているかなと思います。もう私がですねあの、Google、アナリティクス利用して 結構利用してるのでちょっとこのアカウントの画面がですねあのちょっと最初の画面がわからないんですけどもおそらくこの画面が開いてるんじゃないかなとは思いますではここからアカウント作成なんですけどもアカウントの詳細のところから入れていきますアカウント名のところからですねでここはあの自分が分かれば大丈夫なので何かこう自分がわかる名前っていうのを入れてあげてください私は 公式サイトという形で入れたいと思います。まあ、自分で管理するためのわかるアカウント名なので、えー、自分がわかれば大丈夫です。で次に下に行きます。アカウントのデータ共有設定という部分ですね。ここのチェックを入れていきます。でここのチェックは全てあの入れておいて大丈夫です。はいでは下にスクロールさせていくと次へがありますので、次へをクリックします。 次はプロパティを作成するというような表示になりますのでこちらからプロパティの作成をしていきたいと思いますではここからプロパティ名を決めていきますプロパティ名はご自身のブログの名前を入れておくと分かりやすいと思いますで次のレポートのタイムゾーンは今アメリカ合衆国になっているのでこれを日本にしてくださいで次通貨の米ドルのところもこれも日本に変えます日本円ですね でこれでえプロパティの詳細入りましたら下スクロールさせると次へというボタンが出てくるので押しますそうしましたらビジネスの説明というか面に切り替わりますのでここからえビジネスの詳細を入れていきます業種は必ず入れるでビジネスの規模っていうのも入れるっていう風になっているのでまあ、どちらも該当するものを選んであげてくださいおそらくう 普通のブログ運営されてる方多いと思うんですけどブログのジャンル何かここからですね該当するものがあればここから選んでいただければと思いますちょっと分かんない場合はその他とかでもいいかなと思いますが私はちょっと今回その他を選びますビジネスの規模は1人でブログやってる方はおそらく小規模でいいです何人かでブログ運営されてる方はその規模に合わせて入れてあげてください個人の人は必ずこの小規模になるかなと思います 次、へをクリックすると今度はビジネス目標を選択するという画面に開きますのでここで該当するものにチェックを入れていきますちょっと下スクロールさせるとすべて出てくるんですけどもここからビジネスの目標というのを設定してあげてください、えー、ブログなのでブランド認知の向上だったりとかあとユーザー行動の、えー、調査みたいなところかなあと見込み 客のの発掘ととかかその辺かなと思います私はちょっとこの3つにチェックを入れて作成します。あの個人個人多分違うと思いますので自分が該当するものを選ばれて次にこの作成というのをクリックしてあげてください。最低でも1つのチェックは入ってないと次に進めないようなのでどれか1つでもチェックを入れておけば大丈夫です。ではあ作成クリックします。 えこちらのアナリティクス利用規約っていうのが開くのでここのですねアメリカ合衆国ってなっているのをプルダウンでこれ日本を選んであげてください。で日本選択してあげてでここで GDPR で必須となるみたいなところですねここのチェックを入れます。一応、この中ですね利用規約書いてるので、まあ、何かこう確認簡単でいいので確認をしてあげると大丈夫です。 この下にある Google とのデータ共有に適用される追加情報というところでえここもですねスクロールしていってくださいそうするとここに出てくるのでこれも中身をですねまあ、なんとなく確認していただきましてで確認できたよということでしたらえっとここのですね、えー、こチェックを入れてあげてください。google とのののデータ共有のあのなんか 規約みたいなところになるので一応ここの内容も確認してあげてくださいはいではこれで、えー、同意するっていうのがですねちょ両方ともチェック入れたら押せるようになるので、えー、ここの同意するをクリックしますでこの後に データの収集を開始するということで、これからはですね、アナリティクスでデータを収集しますよというところなんですけども、どれのデータを集めていきますかみたいなことが出てくるんですね。これ、スキップできますので、スキップしていただいてもいいんですけども、今回ですね、ブログを作成ということですので、ウェブで大丈夫です。ウェブ。で、ウェブで、あとはここにウェブサイトの URL とストリーム名とかっていうのを入れていくっていうか流れになるんですけども、 ここのウェブサイト URL なんですけど、えー、HTTPS はここにあるのでこの後半を入れていきますもし HTTPS ではない方はこちらを選ばれるんですけども、まあ、基本的に皆さんこちらかと思いますでドメイン名をこちらに入れてくださいドメイン名入れましたらあとはストリーム名のところにウェブサイト名を入れます はいではここで、拡張計測機能に関しては、えー、ここのチェックが入ってれば OK。これでいいです。オンになっていることを必ず確認してください。そうしましたら、これでストリームを作成になります、はいえー。ストリームの作成まで終わったら、あとはワードプレスとアナリティクスを紐づけていく作業になります。ここ、実装手順って書いてるんですけども、これ、ウェブサイトにあの入れる内容っていうのをここに表示させてくれています。 で一応ワードプレスってなんかプラグインでこんな感じであのアノディティクスとつなぐっていうのができるんですけど私はこの辺のプラグイン全部入れてないので手動でインストールするっていう方をクリックしますで手動でインストールするってなると、まあ、ここに出てくるコードですねこのコードを、えー、ヘッド要素のところにワードプレス入れるっていう形になるんですけども これはのコードを取ってきてヘッドに埋め込まないといけない場合と別にこのコードじゃなくても時期から始まる簡単なコードをあの入れ込みができるワードプレステーマというのがありますで一応、まあ、手動でインストールするのこの5コードですね一応ここを開けるとこのコード取れるようになってますもし今ですねお使いのワードプレスで、えー Google Analytics の,その G のコードを入れるっていうところがない場合はこのコードが必要になるのでちょっと覚えておいてください。で私の場合はその G からのコードでいいので一旦これ閉じます。で次のここの WebStream の詳細っていうところでここの測定 ID っていうのが出てきます。この G から始まるコードです。これをコピーします。でこののココピーーしたコードを、えー WordPress の 方に入れていいきますはい、ではワードプレスのダッシュボードの方に移動してきました私が今これ導入しようとしているのがワードプレステーマアフィンガーのテーマにあの GA4 の接続をしようとしておりますでフィンガーに関してはもともとテーマの中に SEO 設定っていうのがありますのでそちらの方でアナリティクスの接続をしていきたいと思います じゃあ、えー、アフィンガーに関してはどこに入れていくかっていうと、えー、アフィンガー管理というところのメニューがあるのでこちらをクリックしますでアフィンガー管理の中のこの Google という部分ですねこちらをクリックしますそうしましたらアナリティクスコードというのが入れるここに枠がありますのでここに先ほど取ってきた G のコードを入れます で、これが入りましたら、下にスクロールしてえ、セーブというボタンをクリックします。で、これでアナリティクスのコードを入れることができました。ちなみに、えっ、ー、と私が使っている床ブログ。 メインの床ブログなんですけども床ブログに関してはワードプレステーマストーク19というのを利用しています。でそのストーク19に関しては外観カスタマイズからですねカスタマイズを開いていただくとのアクセス解析コードヘッドタグっていうところがあってここで Google アナリティクスタグっていうのがやる選べるようになってますのでここにあの G からのコードを入れれるようになっています。 ちなみに、えー、とスウェルのテーマに関してはスエルは SEO のです、ね、先ほどのコードをセットするのにプラグインを入れる必要がありますでスウェルの推奨しているものは SEO パックですなので SEO パックっていうプラグインを入れていただき一般設定からこちらのアナリティクスというところを開いてでここに G のコードを入れられるようになってますのでここに設置していただくような形になります はい、では続いて、国運のテーマですね、ワードプレステーマ、国運に関しては、国運設定開いて、国運設定のアクセス解析というところをタブを開きます。そうしましたら、ここのアクセス解析の中の Google アナリティクス設定というのがあるので、GA4 測定 ID というところに G からの行動っていうのをセットしていきます。 以上のような感じで、えー、Google Analytics のコードこのストリームの詳細に書かれている測定 ID っていうのはワードプレステーマによってどのようにセットするかっていうのが変わってきますのでもしわからない方は公式サイトにも載ってるかと思います公式サイトに解説されている かそれかネット検索で自分のワードプレステーマ名入れてアナリティクス設定とかっていう風に探していただくと見つかるんではないかなと思います一応今ご説明したのがアフィンガーとストークとスエルコクーンっていうところこれらのテーマは測定 ID というのをですねまあ、簡単に入れれば接続できるようになってますので是非今の参考にやってみてください で測定 ID までセット完了しましたら一応これであのアナリティクスの導入が完了しますですね導入したらその後に必ずやっておきたい初期設定っていうのがあるので初期設定まで一緒にやっていきましょう。 それでは一回ここのウェブストリーム詳細は b で閉じますで。これでちょっとデータ収集を開始するっていうところに戻ってきたので、これ次へにします。データ収集は保留ですということで、えー、とアカウントとプロパティの作成完了しましたら、 最長で48時間ぐらいですね。このデータ収集が始まるまでは48時間ですということで書かれています。これはこのままで大丈夫です。で、ここから、えじゃあ、ホームにえ、見えづらいんですけど、ここ、ホームに移動っていうところを押します。で、ホームに移動しましたら、一応ここが、えー、アナリティクスのトップページになります。で、ここからちょっとやっておきたい初期設定っていうのがあるので、ちょっとやっていきたいと思います。 まずはですね左下にあるここの管理という歯車マークこちらを押してくださいでここからプロパティのこの真ん中のプロパティというところのデータストリームというところをクリックしますでデータストリームこれ開いたらこの右側の矢印っていうのを押しますで押していただくと、まあ、先ほどちょっと見たウェブストリームの詳細っていうところが開くので えっとここのイベントさっき見てもらった拡張計測機能は必ずオンになっているかですねここでオンになってなかったら必ずオンにしておいてください必ずこれ確認しておいてほしいんで何度もお伝えして申し訳ないですが必ずここはオンになっていることを確認しておいてくださいで次にですねもう1回こうバツで閉じていただいてでここの画面ですねここからデータ設定ここデータ設定っていうのがあるのでこれをクリックしますそうすると 下にこうメニューまた開くのでこのデータ収集っていうのをクリックしてください。で、データ収集クリックしましたらここに右側設定というのがあるので設定を押します。Google シグナルのデータ収のところですね、ここを設定をクリックしてください。で、Google シグナルを有効にするということで、えー、これで続行のボタンを押します。 Google シグナルを有効にするのところの画面飛びましたらこれ下スクロールして有効にするにしてあげてくださいで続いてですね今この Google シグナルデータ集が ここオンになりましたらこれで設定完了となりますで続いてやっていきたいのが Google シグナルデータ集の下の方ここ下がっていただくと地域とデバイスに関する詳細なデータの収集というところがありますここも必ずオンになっているかっていうのをちょっとチェックしておいてくださいでこれでオンになっていない場合はオンにしていただければと思いますちなみに今やってきたこの Google シグナルのデータ集プラスこの地域とデバイスっていうやつなんですけど まずこの上のシグナルのデータ集っていうのは標準で取得できるデータ以上のものがこう収集できるようになるのでこれはちょっとオンにしておいてほしい設定になりますで。続いてこの下にある地域とデバイスに関するというところなんですけどもアクセスしてきたユーザーさんの地域などの詳しいデータっていうのもこ,のこれをオンにしておくことで収集できるようになっております。ですのでこれをちょっとオンにしておいてほしいよということですね。 で次にやっておきたい設定ですね、またちょっときさっき行きたいと思いますがえ、ここのデータ設定の中のデータ保持っていうところがあります、ここ、これをクリックしてください。そうしましたら、ユーザーデータとイ,ンイベントデータの保持っていうところになりますのでえ、ここのイベントデータの保持っていうところですね、ここを、ここの三角を押していただくと、こう14ヶ月っていうのが出てくるので、こちらに変えてください。 で、これに変えて保存をクリックします。これ、何をしているかというと、その Google Analytics はですね。先ほど見ていただいたように、デフォルトだと2ヶ月しかこのデータの保持っていうのをしてくれないようになっています。だけど、こう過去のデータをね。あの追い,い。 アクセス解析するのに過去のデータを置いたいってなった時に2ヶ月だと多分足りないんですよね。そうなった時に、えー、これちょっと2ヶ月しかデータ取れてないとまずいので、なので必ずこの14ヶ月のデータを残しといてくれるように設定を変えてた方がいいというところです。ここまで終わりましたら、で、Google アナリティクスの初期設定っていうのは終わります。 であとはですね、先ほどお伝えしたように、あの48時間ぐらいすると、だんだんこうデータの収集してくれるよっていうところで、今、ホームを押して、この画面、開けれるんですけど、この画面、開けていただいたら、もうすでにこう1って出てますね。これって、今、私があのアクセスしてたので、あのそのアクセスしたカウントっていうのが1っていうので出ています。 もしこういうふうにちゃんとリアルタイムのカウントっていうのが始まってたら大体これで Google アナリティクスの設定は間違いなくできていますここのカウントが増えないですね自分がホームページのトップページとか開いた時にここのカウントが増えなかったらもしかしたらちょっと設定が間違っている可能性があるのでその時はおそらくですねこの測定 ID っていうのを取っていただいたと思います この測定 ID が正しい場所に設定されていないっていうことがほとんどの原因だと思うので、ぜひもう一回この測定 ID のセットっていうのをし直してみてください。一通りこり GA4 のですねあの初期設定まで終わって、このホーム画面に戻ってくると、おそらくこのユーザー数っていうのは動き出すと思うんですよ。なので、えー、自分のホームページのトップページを1回開いていただいて、 でその後にもう1回アナリティクスに戻っても来てもらってで1回このページをあの更新をかけてくださいリロードして更新をかけるとおそらくここのです、ね、数字が動き出すと思うのでこれが動いていたら Google アナリティクスの設置は完了ということになります今回はちょっと Google アナリティクスの接続ということでここまでで終わりたいと思いますおそらくあの 一緒にやっていただければちゃんとアナリティクスの設定できると思うのでぜひぜひしっかりあのアナリティクス設定してこれからブログ運営するのに分析っていうのをしっかりですねしながら、えー、いいブログを作っていってもらえたらと思います。でこれの後ですね実は Google アナリティクスの後はあのは Google サーチコンソールに接続っていうのをしていかないといけないんですけどもそちらに関してはちょっとまた別動画でちょっと 解説していいいきたいと思いますのでもう一つの方の動画で、えー、ぜひチェックしてみてください。今回のお話が参考になったな、いいなと思いましたら、いいねボタンお願いいたします。今後もワードプレスのブログの作り方、書き方など配信してますので、チャンネル登録お願いいたします。あと、えー、私、あの概要欄に貼ってますけども、ワードプレスコミュニティというのも運営しています。これからワードプレスを作っていくのに、1人で不安だな、どこか聞けるところないかな、みたいな感じで、えー、思っている方いらっしゃいましたら、ぜひワードプレスの有料コミュニティ コミュニティにはなるんですけども、私があのサポートするワードプレスコミュニティっていうのがあるので、概要欄の方に見てみてください。マスタープレスというコミュニティになっております。というわけで今回は以上です。最後までご視聴くださりありがとうございました。